一番伝えたいこととかってあるんですか？今この自分のこれがやってる二拠点生活で伝えたいことですね。あ、いやもう伝えたいのは今、多拠点、二拠点、デュアルライフ、アドレスホッパーでたくさんこの住まい方、暮らし方のキーワードで盛り上がってきてるんだけど、おい頑張ろうぜ40代、頑張ろうぜ40代、我々40代しかも中盤ね、まあ、アラフィフに入るこの世代って、僕はまだちっちゃいんだけど子供がみんなね中学生とか大きいところは高校生とかを、育てている世代なんですよ。だから一番動きにくい、これから大学に行きたいって言ってお金がかかるからとかさ、将来に見据えて、セーブしたりとか、それから一生懸命作っていったりっていうことをしている世代だから、こういった遊びを軸にライフスタイルまで動かそうっていうのがなかなかできない世代なんだよね、はい、で僕らで、インターネット第一世代でもあるし、一番このデジタルっていう環境の中で過渡期をずっと見てきて育ってきて今大人になってるのに、今一番やりやすい環境が世の中たくさん揃ってきたのに一番やりにくい世代になってしまったんですよね。だからこそ僕が伝えたいのは、さっきターゲットは若い子たちにって言いましたけども、本当の本当の心は40代もっと頑張ろうぜ自分の動画に向かって僕ら世代がもっと遊んでもっとふざけてもっと楽しいっていうことを世の中アピールしていかないと、俺ら今45歳、この間 P&G が超リストラしますって、大手5社がめっちゃリストラしますって言った時の世代層に45から上って入ったんですよ。うわーロックオンみたいな、俺ってそんな世代なんだって。世の中の大手企業に入るとリストラの対象枠に入っちゃう、それじゃあもうみんな縮こまっていっちゃうのよ。もうだからこそ俺らが今までその一番苦しい時を牽引してきた我々世代がここでもう一回、人生ふざけませんかと、楽しみませんかってってところを僕のメッセージとして発信したいんですね。ガキいたってできるからって、っていうかやったらきっとその先変わるからさ、安定的なお給料をあと5年もらい続けるよりもあと5年でできることの方が限られてきちゃうから、50になったらまたさやりにくくなるというか、やりづらくなってくるはずなので、だったら今やれるんだったらやってしまおうよ。重複しますけども、世の中は揃ってきたんですよ、やれる環境が、なぜ僕が2拠点多拠点に踏み切れたかって言ったら、やっぱりまずインターネットですよ。ここがものすごく環境が整って LTE っていう通信方式に変わってから途端にこれができる環境が揃った。 3G まではできなかった、 LTE だからできるようになってきた。これから 5G になったらもっとそこの、 壁は取っ払われてもっと自由度が上がってくる。あとはプレイヤー側の覚悟と行動力次第なんですよね。世の中はもう揃ってきたんですよ。飛行機もたくさん安く就航できるようになったし、新幹線もいっぱいいろんなところ走るようになった。移動はできるけど移動できなくなってるのは我々人間側、逆に結局はね、度胸と覚悟と行動、そうですよね、この3つの1つでもゲットすると1つも動かないからさ、全部揃わないといけないっていうのも大変なんだけども、俺のねポリシーというか座右の銘みたいなものがあって、もうそれね、人生楽しんだもん勝ちって、これ一言に尽きてて、あらゆる環境に置かれようとも、それを苦しいと発信するか楽しいと発信するか全部自分次第、中身は全部自分のものなので、その時に大変だよ辛いよ助けてよって言ったら、そいつは大変で辛くて助けてあげなきゃいけない人。でもたとえ橋の下に住んでても、俺もう世界一優雅だからって言ったら、もうそいつが一番世界一なのよ、絶対そういうもんだと思って、本質って全部自分の中にあるので、楽しむも楽しまないも全部自分次第、どうしても2拠点、新しい生活ってなったら、下手したら会社辞めなきゃいけないと思うかもしれないし、貯蓄ってみんな心配すると思うんですよ、その面についてはどう思いますか？これが皆さんに響くかどうかは別として、お金貯めてどうすんのって俺はいつも思うんですよね。その先に僕、人生楽しんだもん勝ちって言ったのは、もう一つよく人に言ってる言葉があって、明日目が覚めると思ったら大間違いだからなっつってんですよ。じゃあ30年後にために貯めてても、30年の間明日死ぬかもしんないよっていう話なの。だったら
今やるべきこと、今やりたいことをやっとかないと、がっちり自爆霊になるぜっつって、うん、後悔の塊のまんま死んだら心霊写真にガンガン出るタイプになるよっつってね。僕相当貧乏のどん底を長い間味わってきてるんで、あれを経験してるとほとんど怖くない。なるほど。財布の中に数十円しかないっていうのも何度も経験したりとかしてるんで、それでも死なないですよ人って、別にお金なくても。だけどお金なくても死なないけども、全くこう目標もなくただ生きながらえるみたいな、そんな人生だけは絶対送りたくないので。じゃあ二拠点したい人には、今もしやりたいんだったらいい、うん、つべこべず言わずにやったらいいじゃないの。やれない理由ばっか探すんだよみんな。これがあるからできません、こういうことがあるからできません、聞いてないわなって、どうやったらできるかって話しようぜっていうことで、うん、じゃあその問題点はどうやって解決したら二拠点生活は実現できるのっていう話をすればいいだけの話で、でそれはそこまでして守らなきゃいけないことなのってところまで落ちてくると思うね、うん、いやいらないなって気づいたら、それ取っ払うと一挙にまた一つ壁が取れて、そこに一歩近づけるようになるっていう引き算の法則みたいな、うんうん、そうまでしてでもやりたいのかってところですよ。だから、うん、かそもそもはそこまでやりたくないから、なんとなくトレンドだからやってみようみたいな、うん、とりあえずみたいな程度だったらやったらええわ、とりあえず、うん、だってやってみないとさ、それが自分にフィットするかどうかもさ絶対わかるわけなくて、だけど住んでみたら気持ち変わるかもしれないじゃない、そんなの絶対わかんないから、やってみたらいいわ。ゴーゴローカルとはどういうサービスか教えてもらっていいですか。いいんですか。もちろんです、もちろんです。ありがとうございます、はい、今私たちは都市部にいて地域と関わりたいとか、はい、あとはこう新しい働き方とか暮らし方に対してこう何か踏み出したいけどなかなかこうきっかけがなくて、うん、どこから行ったらいいかまさに迷っている方たちに対して、このゴーイングゴーイングローカルというサービスを通してですね、地域のお仕事を紹介をして、そこで実際業務委託で働いてもらう中で地域の良さを知ってもらって、あ、この地域にもっと深く関わりたいな、二拠点生活しようかなとか、なんなら移住したいなって人はしていただければいいなと思いますし、東京にいながらやっぱり私はこうここに住んで地域の仕事をしたいんだって方はそれでもいいと思うので、新しいこう選択肢の一歩としてきっかけを見つけられるようなサービスを行っています。それがゴーゴーローカル、ゴーイングゴーイングローカルさんですね。決してゴーゴロです、はい、覚えやすい。なるほど、地域と首都圏のプレイヤーをつないで、お手伝いをさせてもらうと。だからあれですよね、東京の感覚のお仕事ができる人が欲しいという地方の企業と、例えば私の地元の企業に貢献したいみたいな東京にいるつないでっていう、あ、素晴らしいマッチングサービス。マッチングサービスっていうあれでいいんですかね。あ、そうですね、マッチングサービスですね。なるほど。私は山梨愛が溢れすぎてるんで、はい、山梨の企業の期待を聞いてきて、はい、山梨の仕事を皆さんやってくれませんかっていう、うんうんうん、結構山梨に特化してます。じゃああれですね、僕新潟に行ったらうまくそこの新潟の企業さんにゴーゴーローカルを案内させてもらって、はい、うまく東京のプレイヤーとマッチングできるようなところで、はい、ありがとうございます。ご協力微力ではあると思いますけども、その3ヶ月間にがっちり爪痕残してくるかなと思ってますんで、はい、よろしくお願いします。ゴーゴーローカルでした。ぜひよろしくお願いします。ゴーゴーローカルでいい、ゴーイングゴーイングローカル。最後まで見てくれてありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。せーの、アデュー。